皆さんこんにちは、亀まる子です。はい、皆さん今回はですね、ついに2025年まる子畑開始ということで、ついに新居の庭を指導していきたいと思います。はい、ということでね、地球温暖なのか最近めちゃくちゃあったかくて、気温がで大体種まきシーズンっていうのは3月からが多いんですけど、もうそろそろね、もうあったかくもなり始めたし、準備していこうかなと思いまして、後ろ見ての通りね、着々と準備が進んでおります。めちゃくちゃ頑張ってます。で、目標としては完全自家栽培、もう自給自足で爬虫類たち、生き物たちのご飯を自分で作り、自分で作ったものを爬虫類たちにあげて自給自足するというのが目標でございます。今後は、どんどんね、いろんなものを栽培して、生き物たちのご飯に困らないように完全自給自足生活を目指します。はい、うちではリクガメだったりトカゲ系、アオジタとか双アゴとか、野菜をねたくさん食べる生き物たちがたくさんいます。爬虫類草食が多いんですけども、そんな爬虫類たちの自給自足、そして自分自身も自給自足、ね、せっかく、大きな一軒家をお借りしてるので、やっていきたいと思います。ということで、現在の進捗をね、皆さんにご紹介したいと思います。それではレッツラゴー。じゃじゃーんと、皆さんマジでね、頑張りましたよ。もう大変すぎてね、コツコツやってて動画は撮ってないんですけども、今回この進捗をご紹介します。名付けて爬虫類自給自足生活畑ということで、まずね、自分の庭に、これぐらいの畑にしようと思いね、こう枠をねブロックで囲いました。1個200円ぐらい。はい。ここのね、敷地内を畑にしようと思います。で、ブロックにした理由は、下がね、すんごい硬い砂利なのよ。掘れないのよ。もうね、これも大変だったの。そう。で、全然掘れないから、もう土をね、このブロック分の高さを上乗せしようと思いまして、なんでブロックにして、中をね、全部土で引き詰めようと思ってます。ブロック分の高さぐらいまでね。はい。それでですね、最近、私の友達がお家に遊びに来たんですけど、その友達が畑をやってると、それでお聞きしたのがこれ。はい。Amazon で買いました防草シートです。この防草シートは普通のシートとちょっと違うやつを買いまして、水の浸透性が高い防草シートを買いました。普通の防草シートより水が下に染み込みやすい防草シートです。これを下に敷くことによって、上に土を乗せて畑を作っても雑草が生えにくいということで教えてもらいました。そしてもうすぐ買って、今つけてる途中です。そう、こんな感じで。一番大変だったのはね、こうやってね、これです。ゴムハンマーでさ、これをさ、こうやって釘打ちするの。マジで本当に死ぬかと思って、全部割ってません。本当に。でもだいぶ敷けたね。うん。だいぶ敷いて頑張ったよ。こんな感じで。硬いからね、下がね。そう。で、この上にね、土を敷いていこうと思ってます。はい。こんな感じ。あとあれだね、少しだけ、ちょっとだけ足りてない部分があるから。うん、ここもね、防草シートもあと少し残ってるし、これでやろうかなと思います。はい、そしてですね、ここの部分だけはね、やってるから残しておこうと思って、ここ以外、防草シートあと敷いて、で、土をいっぱい今ね、少しずつ買ってます。一気にやっぱさすがに無理だからね、車に乗せて行ったり来たりで、何リットルだ ?40、40、40、40、40、40リットルの土。で、これも、はい、これも土ね。これはね、20リットル ×20。調べたところ薬は入ってないみたいで大丈夫そう。大丈夫。そんな感じで次、あとプランターね。プランターをね、買いました。なぜプランターをね、買ったかというと後で説明するんですが、プランターが長細いやつ6個ね、買いました。はい、これからね、何を育てるか皆さんにご紹介したいと思います。まずこちらの苗。これ柿の木ですね。柿の木。牡蠣は陸亀も食べれるし、モモンガもおやつとして食べれるので、牡蠣の木。実がなるまで時間かかるだろうけどね。はい、ということで、こんだけ買ってきまして、皆さん、すごい量よ。はい、まずね、はい、こちら、早取小松菜。小松菜はね、去年も育ててましたが、陸亀の主要野菜。はい。そして、チンゲン菜、去年の残り。これも、陸亀の塩野菜、爬虫類にとっても適している種。はい。そして、レタス。これは復食野菜としていいね。レタス。はい。次、おねん大根。まあ、大根はね、まだ、植える時期は先なんだけど、大根自体やっぱ大根の葉に栄養がね、たっぷりありますので。はい。大根の葉。はい。きゅうり。きゅうりもね、リクガメちゃんお好きですね。あ、でももう一個大根。はい。これも大根です。大根の葉ということで。大根は種類がちょっと違いますね。はい。そして、丸オクラ。はい。オクラもね、好きなカメちゃんたくさんいますね。はい。そしてですね、こっちはですね、私が食べたくってと、簡単で作りやすいので、自分のね、自給自足に買いました。あ、でもラディッシュは葉っぱあげられんのかな？こちら、ラディッシュ、三つ葉、枝豆、はい、ニラ。ニラはね、植えっぱでもうとても強いね、育てやすいやつです。アスパラ。アスパラもね、4年ね、生えるまでかかるらしいけど、1回生えたらもうね、植えっぱでいいみたい。はい。で、こちら、最後ね、このミント系。これはね、スイートバジル、ペパーミント、大葉。この3つはね、なぜかあったかと言いますと、すごくね、虫除けにいいんだって。結構去年も、その前もさ、毎年さ、私がさ、昔から畑やってもさ、虫に食べられたりするじゃん、結構。でも、その虫が寄ってこないのが、こちら。で、ペパーミント、スイートバジル、大葉だったりを植えると虫が寄ってこなくなる。まあ、蜂除けにもなる。そう。なので、畑の周りに植えたいと思います。それで、さっきの、はい、こちらのプランターを購入しました。ミント系はね、すんごい生えるんだって。畑にね、植えちゃうと、すごいね、畑が侵食されて大変なことになっちゃうみたいだから、このプランターに植えて、こんな感じで畑をね、こうやって囲って、こんな感じ、こんな感じ、周りにね。それで、虫除けしたいと思います。畑の中には植えないように、大葉とペパーミントはしたい。バジルはちょっと大丈夫らしいけどね。そう。で、やっていきたいと思います。あとね、種以外にこんなのも買いました。ポットサイン。これ、わかるかな？こう、名札？値札？違うわ、名札付け。この、植えてある部分は何の野菜を植えてるよっていうのがわかるやつ買いました。なんでこれでね、植えた時はたくさん植えてもわかるように、これで、名札付けしたいと思います。そんな感じでね、今着々と物を揃えたり、いろいろね、やっております。防草シート自体がね、なんか5年ものとか7年ものとかいろいろあって、これ何年ものだったっけな。もう結構ね、年数が経つと取り替えなきゃいけないらしい。効果が薄れるらしいからね。まあ、それまではこれを下に敷き続けて土をやりたいと思ってます。はい。いや、楽しみだね。いた！まあ、ちょっと見るだけで刺さってんだけど、痛すぎ。やばいでしょ。サボテン危ないよね、ほんと。はい、ということでね、今後頑張っていきたいと思います。皆さんね、亀丸子の自給自足生活、応援よろしくお願いしますということで、今年はね、もっと大規模でやるぞーということで頑張ります。以上、亀丸子でした。バイバーイ。